怖いよ。怖いよ。ああ。焦りすぎたね。焦りすぎた。みなさんこんにちは。ひまわりチャンネルのあーちゃんとおーちゃんです。ママです。にーにです。にー。あ、ピロピです。これ大丈夫。ここからちょっとダメかもしれない。見たことある。今日の2位の髪型決まってんね。ありがとう。うん。うん、いい感じ。なんかこのミニミニな斬新だよね。行きつけの美容院でちょっと。今日はですね、青鬼の第2回目、高評価500いったので、第2弾やりたいと思います。はーい。やったねー。嬉しい。前回から期間が空いちゃったから、久しぶりにやろうとしたら、まーちゃんが、ちょっと、青鬼が怖くて削除しちゃったんですよ、アプリを。まさかの、ね、まさかの、うん、それでもうセーブデータがなくなっちゃったから、この間進めたところまで進めておきました。 だからちょっともしかして違うところがあるかもしれないけど、まあ大体同じところまで進めたので、そこからやりたいと思います。じゃあやりましょう。やりましょう、はい、やりましょう、はい、早速いきまーす。ピロピね、うんうん、ピロピだ先生。この間ね、ここからどうしたらいいか分かんなくなったんだよね。で襲われたんだよね。そうそうそう、うろうろしてたら襲われた。アイテムは皿の破片、ドライバー、ライター、ドライバーの芯、そしてこっちの牢屋でね、捕まったの。この5376っていうね、謎の数字を見つけたんだよね。うん、よし。どこ行くの？ここじゃないの？ロッカーあるよ。ロッカーあったよ。鍵かかってる。ロッカーあった。ロッカーはね、これ青鬼から隠れるようだよ。ほら。バラだな。いいね。ここはね、なんもないと思うよ。多分。まあ。あらかた取ったんじゃないですかね。あらかた入れるとこは見たんだよ。だって、はい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 。なんかこうやってさ、いろいろ見てるとまた青に出てきそうでやだな。この前と同じだね。うん、あれ、ここはここはさ、地下、そう、今のとこ。ああ、そっか、ここ今のとこか。そうそうそう。もうダメじゃん、じゃん。間が空きすぎて記憶がね。そうそうそうね、間が空きすぎて記憶が。でもこっちも全部調べたんだ。そうなんだよね。ああ、で調べてないとこなくない？あ、なんか俺知ってるよみたいな。なんか俺知ってるよみたいな感じ。知ってるんだけどもう、うん、ここはあえてね、まあ自分の力で解いていただくというか。ああ、母親に鞭打つ感じでね。そうそうそう、なるほど。家にクリアしたの？もしかして。実はクリアしてない。2位にゲーム実況見ただけだよ。ちょっと待って、耳風なんですけど、なんかここに階段的なのは何？それはあの地下、今さっきの部屋でしょ、あの今悩んでるとこ。そろそろね。やっぱり一番、やっぱ、うん、新しいとこ見るのが一番いいよ。うん、まあそうだね。青にキラキラしてるとこ。なんかヒント出さざる、ね、こう、出したくないけど出さないと終わらないみたいなね。まあ、ヒントをね、まあ、棚が重要で。棚？うん、棚が重要だね。ほほー。棚ね。棚か。なんか棚倒すんじゃないんだよ、これ。それだったらヒロシ怪力だよね。はい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 。じゃあ、え、これも行くのかな。はい、おめでとうございます。はい、へい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 、やった。アイテム、はい、はい、ドライバーと、え、ドライバーの芯をさ、うん、使用するにしたらドライバーにつける、つける、変えるね。じゃあドライバーを使います。ドライバーを作って、はい、ああさあ、はい、さっきの番号だ。メモっといたやつだ。メモっといたね。
5、3、7、6、はい、はい、答え開いた。パッパラン、おお、別館で、別館、別館、もう一つ館あんだよ。あ、そう、うん、行けないとこだね、きっとね、セーブしよう。別館、ね、別館に行ったらとりあえずね、セーブしておこう。そこの扉でセーブ。え、別館、別館どこだと思ってる？別館こっちか。あ、そっか、別館こっちか。びっくりした、ちょっと。びっくりした。どこ行くねみたいな。え、どこ行くの？おー、何よ、そんなの聞いてないんだけど。やめてやめて。怖い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 、助けて誰か。ピロピ助けて。頑張れ。ちょっとピロピの技使うわ。おお。ピロピの上等手段。はい、上等手段。あー、止まらないで。止まっちゃダメでしょ、マジで。怖いよ。怖いよ。あー。焦りすぎたね。焦りすぎた。あー。鬼はすぐ。よし。分かったからね、ここで出てくるって。そうだね。はい。これね、分かる。あのね、操作不能な時間があるよね。あるよね。うん。はい。ちょっと待て。ちょっと待て。大丈夫大丈夫。ヒロシ足早いから。アオニは歩くんです。しつこくピロピの技を。焦っちゃいけないよ、焦っちゃ。そう、うん、こっち、そう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 、いける、おー、いいね。おー、はい、オッケー、お疲れ様です。さあ、できた。別館でしょ、別館。うん、べべ、これもうちょっと操作がしづらいな。そうね、なんかね、もうちょっとね、うん、しゅ、あいて、別館来たよ。別館、別館来ました。はい、別館。別館でなんか割れてるよ。別館も同じぐらいのこう量なのかな。まあ、別館で館だからね。別館で石が割れてて触ったか、かかってる。とりあえず調べよう。え、何？あ、落ちたね、今ね。あ、そう。落ちたね。床が抜けたね。あ、そう。なんかひび入ってる。すごくやだ。なんか怖い雰囲気。うん。床落ちたら、ね、すごいボロいってことね。そうそうそう。うん、ほら。本当だ。あ、なるほど。向こう側行きたいならここ。あれ、さっきここだって。ほら、内側から鍵開けたってことでしょ。なるほど。でも特に何もない。この音楽不穏だね。不穏だね。どれ聞く。これがあるからだよ。これがあるとこそういう音するもん。あ、うん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 。まーちゃん音聞いてないんかい。ここからこう来て、なんかもう新しい部屋ばっかりだからさ。別館にもね、さまざまな謎が隠されております。はい、怖っ、怖っ。あれ、なんかもっとパソコンのやつは可愛らしい顔してたんだけど。ほんと？これ動かないの？動かない、動かない。かわいい。おお、なんか入って手あげてる。表情が違うことに意味があるんだね、きっと。え、ちょっと待って、ここになんかついてんだけど。消えた。暗い。え、ちょっと電気が消えたらさ、なんかありそうだけど。暗い。とりあえず今ライター使うよ。ライト。え、黒い。オイル切れました。あー、ここで、ここでオイルが切れてしまった。なるほど。はい、わかりました、わかりました。まだここでは何もすることなさそうだね。首吊り？首吊らされんの？何これ？何これ？パズルですね。どうパズルすんのこれ？これしか動かせないの？違う、だからこうやってこう、うん、押してからじゃないと。あ、そういうことか。これと隣接してるやつしか動かせないってこと？そう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 。うん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 。だからこいつ動か、そうそうそう。ああ、なるほど。でも引っ張ることはできないんだ。うん。じゃあもう
どん詰まりじゃん。分かりづらいよ、セーブしよう。これ完成したら青鬼が、これ完成したら青鬼出んの？トラップじゃん。ただのトラップじゃん、そんな。分かんないけど、なんか目が入ってるやつとさ、うん、入ってないやつが、え、さっき入ってなかったのに入ってる、うん、これ違う部屋だよ。ああ、ごめん。うわ、気持ち悪い。おー、手に入れた。気持ち悪い。なぜかこれだけ。なんで？え、何を手に入れた？どうにもならなくね。そうですね、このパズルはいかにして解いてもクリアできません。あの頭は絶対あそこに入りません。ここでは使えない。はい、使えないです。自殺できない。できない。もうピロピはそんなことしないから。これなんか調べられもしない。上にあるからね。なるほどね。電気消したらなんかある？まあ、消してみたらですか。そうですね、そうね、物は試しで。そうですね、聞くなよってね。まあ、なんもないですね。はい、お疲れ様です。思わせぶりな電気だな。もう別館は電気がね、オンオフできて。今犬みたいに鳴いて、なんか娘に言われてる。完全にオフ状態だよ。ああ、はいはいはい、もう完全にね、油断しきったね。油断してたんだよ。あ、それが痛かった。完全に油断してた。人形手に入れてもセーブすらしてなかったね。そうなんでね。あ、油断しきってたね。そうですね、その前に無意味なセーブしたのにね。確かに。よしよし、ちょっとね、あれですね、この辺電気ついて、電気ないの？暗い。暗いな。オイルを手に入れないと何ともしがたいね。そうだね、うん、ヘレーヘレーヘレーチク。電気が消えた。え、電気が消えたのになんで見る？おうおう、電球ゲット。電球ゲット。じゃあ、あそこでつけるとか、暗いところで落ちてみっか。おう、落ちれない。落ちれない。そう、とにかく行ってないとこ行くね。はい、びっくりした。プププププププ青に暖炉がありますね。ありますね。ありますね。ここに何か、ここに何かありますね。これは調べられそうだけど調べられませんね。ピロピはこんなのに興味ありませんね。知らんがな。はい、仲間。仲間。恐怖をやらげようとしてる。まーちゃん。うん。どんどん上に。雨降ってるって言った途端雷鳴る。なんていうタイミングだ。大丈夫。何これ、なんかあるね、先に。なんかあるね。これはなんだ、これは。え、なんかなんとかできるアイテムあった？ないな。ないね。この箱が絶対何か、え、押せない。タッチして。ほい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 。こう、まあ、こうしようね。はいはいはい、素晴らしい、ライターオールゲッツ。この無意味なくぼみは何ですか？わかりません。間取りの問題です。あー、余っちゃったのね。そう、余っちゃった。そこ多分収納スペースに有効活用しようとしたのね。あー、棚つけるお金なかったかな。そうなるほど。なんか真っ、え、なんか真っ暗なとこあったよね。あった、うん、そこに電気をつける。ここですね。そこに電気をつける前にセーブする。あー、うん、どうとも言う。何、誰、怖いんだけど。あ、たけし。たけしだ、たけし。たけし生きてたの？たけしだって青鬼でしょ、どうせ。あ、たけし
これ。真ん中にろうそくある？ピピロピカびっくりさせんなよ。へへピロピロへへとか言って。たけし、無事でしたか？あ、だが時間の問題さ。いずれ化け物に捕まっちまう。逃げ場なんてないんだよ。俺がお化け屋敷に行こうなんて言わなけりゃこんなことにはならなかったんだ。俺が、俺のせいで。うわやばい、たけしが自暴自棄なした。たけしやられるパターンだね、これね。大抵ね、たけし、たけしが青になるパターンだね。たけしが青になるパターンだね、これね。たけし、あ、あ、お、え、びっくりした。どうした、どうした。こっちに逃げても何もいいことない気がしてる。いや、テーブルある、テーブル。あー、詰まった。わー、たけし、たけし一緒にいた方がいいんだって。セーブしよう。さっきどっから出てきた？ここ階段から降りてきた。あれ、出てこない。まあ出てくる時と出てこない時あるよね。あー、そういうことか。え、ヒロシを探したらいいの？いや、まあそれは50人。たけしでしょ。あー、どこ行くのかわからない。疲れてきた。わからん、もうわからん。ここ、あー、なんだよ、やめてやめて、もう死ぬ。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。また1分寿命縮んだ。縮んだ。この暖炉とか、ここからね、もう無理じゃん。諦めんだが早い。次死んだら助けてくれます。はいはいはい、セーブしとくね。あ、なるほどね。行きます。今余計に進んじゃったよな、絶対。私はこの落ちます、落ちて、はい、なんか余計なことしたの。あー、余計なことしたの。余計に歩いたね。余計に歩いたの。はいはい、お願いします。ピロピーね。え、ピロピーだから。ピロピロピロピピロピ一発、ピロピ一発は余裕とか。ピロピロピピピって、ピロピも余計に歩ったぞ。ピロピピピピ、ちょっと間取りが分からなかったんですよ。ピロピピピピピ、お、はい、はい、ループ、はい、はい、巻きました。セーブします。一発だな、一発だなんて面白くない展開だな。あんまりグダグダしてもほらね、見てる人たちもね。グダグダしたらカットできるでしょ。火つけられないですか？いい着眼点ですね。人形をくべる。いいですね。いいですね。くべるって？あの、火の中に入れる。入れる。あれりゃ。やった。熱い熱い。熱い熱い。やけどした。目に何もはまってなかった子にはめる。のかな、赤い玉を。ほうほうほう。うん。セーブしよう。はい。セーブ。ちょっと危ないと思って。赤い玉。お。おお。余った。っていうことはもう一個欲しいんだね。いや、もう一個赤い玉。まあそういうことですね。はい。赤い玉か。赤い玉のありそうなとこね。いや、ここ逃げるところかな。上行きましょう。下は終わった。お、なんかあるよ。こう変わっ、290。さあ一体どういった暗号なんでしょうか。知りませんけど、セーブします。クリアできちゃう？どうだろうね。ちょっと怪しいんじゃない？怪しい。クリアできないかもしれない。第3回もありそう。第3回はどうするんですか？あ、第3回はいいね何個にする？でもまあピロピー高評価いっぱい欲しいけどね、うん、まあそんな欲張っちゃいけないね。まあそうだね。1000。欲張った欲張った、結構いったね。1000。そうですね、第3弾はじゃあ高評価1000いったら。本当？本気でしちゃうの？早く。ちょっと下に、なんで落ちれないの？
わからない。わからないね。こっちゃんもわからない。ただあそこ黒いだけじゃない。黒いだけ？うん。で、あそこのところで、何か切るものを使う。これは、あ、ちょっと待って、完全に、今。ちょっと疲れてきたから抜けるよ。そうだよね。うん。まあ、まーちゃんありがとう。結構頑張って付き合ってくれたんだね。でもずっとなんか独り言みたいなこと言ってる。ピロミなんかヒントちょうだい。じゃあどうしようかな。一回。一回ね。分かった。一回。一回。うん。あ。あ。逆に動かしちゃった系かな。え？どうしたらいい？一回部屋から出ないと。え、こっちに動かすの？動かない。あ、動いた。こっちかな。さあ、どこに持っていきますか？落とす。穴から。ほう。それしか考えられない。ない。消えた。来てくれなかった。うっさ、いた。おーおーおお。ここまでは正解だったってことね。そうだね。首吊り台まで持っていく。結構遠いなそれ。でもこの部屋なのは間違いない。まあ、実言うとこの部屋ではない。え？違うの？はい、違います。あ、そう。ここでもなさそうだけどな。教えて、ピロピ。結局頼るんだね。落とすのは合ってる、発想は。あー、わかりました。どこで落とすのかっていう。あー、なるほどですね。なるほど、なるほど。そうなるほどですね。落とす場所が間違ってたね。あー、なるほどですね。まさか2階には行かないでしょって思ったんだよね。はい。あんまりもたもたしてたから青にもね。そうだね。しびれを切らして。までだよみたいな。そろそろ襲うわ、ね。もう足しびれた。いつまでもたもたしてんだよ。正座で待機疲れたみたいなね。お。お。落ちたー。階段ですね。なるほど。階段です。はい。はい。青ひげと。これを入れる。はい。はい。はい。ボロン。おお。不気味だ。おお。セーブ。ちょっと何やってんの？うちらが真面目にゲーム実況やってるときにさ、これ IC レコーダーね、再生。あともういっぱいあるよ。まだあんの？いっぱい。また歌ってんの？じゃあ何回歌うのこれ？いつまで？自由な発想だ。あれ、今何しようとしてたの？セーブしようとした。セーブか。あれ、はめに行ってもいいよね。うん。うん。そうだね。はぁ、あ。なんということでしょう。何やってんの、ヒロシ。たけしだよ。あ、たけしか。かわいそうに、たけし。名前覚えてもらえなく。なんでだよ、たけし。私にも動かせなかった椅子どうやって動かしたんだよ。実は怪力の持ち主だったたけし。たけしが死んじゃってる。たけしタップしたらどうなる？たけしタップしても何もならない。本当？うん、アイテム使います。はい、これですね。うん、うん、ガチャコン。お、おお、はい、さて、はい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 、さっきね290。はい。290。おお、はい。よし、ここで終わろうね。はい、じゃあセーブ。はい、セーブして終わります。これってどのぐらい進みました？まあ、そろそろ終盤。そろそろ終盤。
今日私何回叫んだろう。5回ぐらい。5回ぐらい、いきなり出てきて、はぁって言うね。そうだね。それに俺がびっくりしたやつ。ごめんね、ピロピ。じゃあ、高評価が1000いったら。びっくり。ここはちょっと貪欲に行ってみます。貪欲に。わかんないよ、半年ぐらい経ったら1000円いくかもしれないさ。どれだけ長期間のプロジェクトなのこれ。覚えてるかな、内容。絶対忘れてるよな。忘れてるね。この猫のピロピが見たく、見たい方は、いるいるいる、次は猫のマスク用意してるから、あ、猫科の動物のピロピが見たい方はぜひ高評価を押してください。よろしくお願いします。見たいの、見たい。1000っていうことはさ、1000人の方ね。そうだよ ね、 すごいこと言っちゃったね。だから500もすごいよね。500人の人が押してくれたってことだから。そうだね、うん、ありがとうございます。すいません、もう今度ねこれ、これ見たかったんですね。これダメなやつ。あ、ポーズ変える、変える。あ、じゃあピロピのポーズもちょっと募集。すごい広がっていくね。うん、どんどん新しいのね。ピロピっていう感じのこの音に乗せたポーズね。ピロピとかこうして、ピロピって。ピロピそれかわいいな。見事あのポーズが採用された方にこれを。あ、俺。いらないいらない。ちゃんと選択してからね。また見てください。はい、バイバーイ。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。